バードマークと一郎に悩んでる男がいたんですよ。なーにーやっちまったら男が待ってキューロー、まあ、ということで今回はちょっとねその離散の世界については触れていこうと思うわけなんですけど、まあこの動画を見れば離散すべてわかるというような動画にできたらなとじゃあ離散生の方々自己紹介お願いします。はい、はい、こんにちは、ミスタードーナーナンバー2のガラコイスといいます。よろしくお願いします。どうもミスタードーナーナンバー4の山村雄二と申します。よろしくお願いします。どうもこんにちは、ミスターでもなんでもないですけど医学部5年生の長岡と申します。よろしくお願いします。こんにちは、ミスター離散ナンバー9の金子です。まあ、というか、まあ、トークテーマを、ね、何個か用意しましたので、まあ、それに沿って進めていこうかなと思います。まあ、まず最初、離散を目指したきっかけっていうのが気になって、興味深い、まあ、離散って何かないと目指さんみたいな、おまあ、普通に言ってたら目指さんのじゃないかっていう僕の予想なんですこの前言ったと思うんですけど、はい、センター終わるまで分一か離散かどっちも受けるようにしてて、はい、で、迷ってたんですよ。で、なんか正直医学部行くんだったら別に東大じゃなくてもよかったんですけど、届くんだったらてっぺんちょっと登っとくみたいな感じのもっと上に目指されましたね。もっと上はちょっと届きませんでしたね。はい、やっぱりその分離両方やってるってすごいんですか。意味わかんないですよ。私も将来分一受けようかと思ってますけど。前から失礼しようかと思って。おー、分一から分一から離散もね、今2と離散かってるから、うんうん、あ、そうか、離二から仮面道にして離散っていう、あ、そうなかなか珍しい気持ち。いや、僕は医者っていう仕事自体に憧れてたのもあったんですけど、あとは東京に出なかったんですよ。あ、地元が神戸なんで、東京にある大学かつ医学部って考えたら離散だなって思って。そうなんですか。ちなみにご出身高校ってどちらですか。奈良です。おー、僕は一応小さい頃から医者はなりたくって、まあ、だから医学部はまあほぼ書くかなっていう感じで、でまあワンチャン頑張ったら目指せるんじゃないかなみたいな幻想を抱いて、でなんとなくポロッと勉強の時に、まあ、絶対落ちるの分かってたけど東大医学部受けて当然のように落ちて、なんか一回受けちゃったら後に引けなくなっちゃって。あああの私は中学受験の時日曜日に通ってたんですけど、まあその頃からなんか理科三類でしてその方が目指してました。何歳ですか。9歳、9歳で離散知ってるのがすごいよな。私、ね、9歳でして流浪で入るっていうのがなかなかいい。次のテーマは、まあ、離散に入って一番良かったこと。あ、なんか離散入ったら世界とか変わるんかなみたいな。僕はめっちゃ変わりました。あ、どうでした。高校がそこまで進学校ってわけじゃなかったんで、はい、離散に入って周りの人たちがその頑張ってることとか見ると、僕が高校の時のみんなが頑張るっていうレベルと全然違うなっていうふうに感じるんで、みんなその勉強以外に得意なこととか持ってたりするんで、うん、すごいなっていう感じで。流浪とかね、流浪とかいろんな経歴の方がいるんですよ。僕逆にあんまり変わらないなっていう印象で、高校の時も結構周りすごい人ばっかりだったんで確かに結局離散ってその奈良とか、はい、そこまあ応援とかの人が結構大多数占めてるから、はい、そこはあんまり変わらないってなったんですけど、やっぱ東京来てから出会いが多いなっていうのはすごい思いました。あ、なるほど。男子校ですもんね。男子校確かに。あ、ちなみに現役ですか。僕一郎です。あ、一郎だ。一郎さん、はい、ゼロと先生一郎さん。でも結構変わりましたね、僕も。本当に何だろう、でも一番でかいのはさっきちょっと小田原言ったのに近いんですけど、離散って普通に大学生してたら劣等生なんですよ。なんか離散の人たちみんなそれプラスアルファでなんか違うことやってるんですよ大体。まあ、例えばそれこそ起業したりとかインターンやって、こうなんかそこで一つ論文書いて学会に参入していく人もいたりとか、なんかそういう人がいるから普通に大学生してたらなんか劣等生なんかなみたいな、マジ気持ちになるようなとこで、それが逆に刺激になるっていうか、なんか入ってよかったなっていう感じですかね。はいはい、じゃあ、ルッソさん変わりました。私はですね、やっぱ現役で離散受かなかったんで、やっぱ給料で受かったのでコンプレックスが解消したので、それ良かったですね。あ、でもあと友達もいなかったから友達ができたっていうのも良かったです。結構人気なんですか。あ、まあ、後輩はみんなしてますよね。あ、そうですか。この前聞いた感じだと、なんか一部の界隈がすげえ熱狂的に知ってるみたいな。みんな知ってます。みんな知ってます。離散入り出したら強要ですよ。やっぱ医学部の本館前にレシパー広場っていう。あ、そう。多分ご存知なんですか。もちろん知ってますよ。あ、もちろん。最近も踊りましたから。本当は医学部本館前広場っていうのは普通の名前がついてて、 そうなんですね、そこで温度を踊ったっていうのからレシパー広場に名前が変わったんだよね。Google マップレシパー広場だった。そうなんですね。
ちょっとまあ変わるんですけど、結構真面目になるんですけど、学力が伸びた一番の要因で、僕は奈々みたいにめっちゃ優秀な人ばっかりじゃなくて、はい、自分が頑張ったら結構目立てる環境だったので、結構目立ちたがり屋なんで、それで、うん、そのより勉強しようってなったので、そこは結構環境でかかったかな。あ、偏差値50ちょいですか？54とか3とかですかね。すごいですよね、はい、結構います、ね、偏差値50ぐらいから下がる人いないです。あ、なかなかいない。だからその理想の中で非進学校同士仲良くしようねみたいな話した子がいたんですけど、ネットで調べてみると偏差値70とかってなんかよく世間一般でこうすれば勉強が伸びるみたいな、例えば朝勉強したらいいみたいな、ああいうの全部無視したことですか？そのなんか僕朝すごい弱くて、高校の時も遅刻度数が1学期間だけで40何回とかのレベルなんですよ。ぐらい朝が弱いんですけど、結構世間では朝方の方がいいみたいな、はいはい、でも僕はあんまりそれ否定してて、夜中2時だろうが3時だろうが自分が起きてられる時間に勉強するっていうのを切り替えてから成績上がりました。逆にそっちなんですね。はい、もうそれめっちゃ思います。夜遅くまで起きてるのが悪いっていうふうに言ってるんですけど、夜遊ぶから悪いわけで、いや、そうそうそう、勉強すれば夜でも別に全然、浪人の時も朝は全然授業切ってたんですけど。なるほどそれはもう担任の先生も承知の上で、その方が成績伸びるならいいよって感じだったんで。ちなみに予備校はちなみには寸大です。あ、寸大ですか？ MS です。はい、あ、一番ベストです。一番そうですね。あ、なんだろう、なんかこう色めるときぐらいまではそれなりになんかあんま何も考えてなくても勉強できてた方っていうか、中学受験とかもそんな何も考えなくても、あ、なんか気づいて受かっちゃったぐらいの感じでなんか3度目になって、さすがになんかこれ俺落ちすぎだねと思って分かってるつもりだってやつも一回全部分かんないふりして、もう一回全部一からやり直して3度目のときにっていうのをなんかこうやったのが良かったなと思って。ちなみに朝方ですか？バリバリ夜方です。あ、いい、夜なんですか？朝全然ダメです。僕、いや今日これ朝撮影してるんですけど、僕の希望で。あ、それは今日土曜日で、まあ、休みだから昼撮影の予定入るとなんかこう予定中途半端になっちゃうじゃないですか。あ、なるほど。だからめっちゃ分かります。私はここまでの3人とはちょっと違って、朝方に変えたら伸びました。これ前夜方だったんですけど、8度目で落ちてしまって、9度目の寸大全国模試でなんかペースが狂ったらそのまま朝方にして勉強時間伸びて、それで向かいました。判定もその年は全部 A 判定出ました。おーおー、それまでは夜だったんですか？それまでは夜でした。あ、でも8年が夜なんですね。まあそうですね。夜率高いですね。本番だって朝早いですけど、それは行けました。僕はまあ、あの朝、あ、僕行けました。僕は朝寝坊したやつです。試験にすら参戦しなかった。そう、慶応の2時にこの人寝坊したってなんか前なんかチャンネルで言ってたんですけど、その時に僕実はあの受験番号隣だったんですよ。この人の颯爽となんか笑顔がいいじゃないですか。なんかこの爽やかな笑顔で遅刻して入室してきて、急に横に座ってた僕に遅刻しちゃった。今年こそ受かりたいなみたいな感じで、もう切実にもう結構緊張して行ってたのに、なんか変なの来て。そんな時代友達じゃないですか？いや、でもこっちは多分そんなに記憶ないと思うんですよ。あ、僕はただの隣の人でヘベロみたいな感じで多分いたと思うんですけど、でも僕からしたらなんか変な化け物来てるなるほど。慶応の入試一番の思い出なんで。あ、これはまあないかもしれないんですけど、理三でコンプレックスはあるのかなっていう。僕はハーバードコンプレックスがあります。正直周りのレベルが高すぎるっていうのがあって。あ、そうです、はい、自分が特になんか誇れるものがないなっていう。あ、それだけで、それは結構コンプレックスですね。リサ主席とかって覚えたことあります？全然あります。短くいます。主席がやっぱ上に見られるやつだよね、やっぱね。あ、確かに。特に最初はやっぱこう後ろになんか点数が見えるんですね。あ、成績表が後ろにある。受験合格するまでずっと地方福岡にいたんですけど、そんな何もしてなくてももてはやされる。やっぱりこう、まあ、そもそもリサ目指してるだけではすげえよな、やっぱ長岡はみたいな。それが急にこうポンとリサ入ったら、それぐらいの指摘水準が当たり前というか。あ、でなんなら僕しかも成績業じゃないんで、コンプレックス抱いてなんかこうやむとかはないんですけど、はい、なんか普通にあのすげえなみたいな。あ、でしたね、コンプレックスは。あ、終わりです。まあ現役で受かんなかったらコンプレックスだったんですけど、ただ9分まで行ってしまったらもう逆に勲章になってしまった。3浪以上してしまうと確かもう何パーも受かんないんで、確かに。あ、そうなんですね。本当に理3ってもう現役がまあせいぜい1浪ぐらいで受かんなかったら努力したところで受かるようなところじゃないみたいな、最初から持ってる人が受かるもんだみたいな。医学部って結構なんか本当に多浪の人が多いじゃないですか。あ、そう、理3って本当になくて、うちの代だったら3浪以上で多分3、4人ぐらいしかいない。9浪ってなったらもう歴史的に。もう、レベチです。じゃ
あ、うちの代に13浪目が12浪たまにいますね、ダークホース的な存在が体重圏じゃなくて、その間は結構隣に比べてたやつ。なるほどね。じゃあ、まあさっきちょっと出たんですけど、留学点マウントがあるのかっていう、いや、話のネタとして何点だったみたいな話は特に1年生の頃はしてた気がしますね。あ、うん、まあ、マウント取るって感じじゃない、まあ、どうして使うの、いじったりとか、これなんか高かった人います、自信ある人みたいな。一番高かったのは、あ、そうなんですか。あ、でも俺が多分一番高いかもしれん。え、あんま高くないって言ってませんでした、さっき。入試の点数は高かったです。あ、なるほど。その医学部入った後の成績はあれですけどどんぐらいとか覚えてます。え、450、はあ、40点オーバーね。50点オーバー。で、主席どれぐらいですか。主席はその時は80点ちょいオーバーぐらいかな。うわー、やばいですね。じゃあちょっと、まあ次ずれるんですけど、理3って変なサークルとかあるのかなっていうそれは全然ない、全くない。あ、普通に鉄門何々部っていうのがあって、おー、この3人はアメフトだったんですけど、鉄門アメフト、鉄門アメフトでした、はい、僕の印象だとマネージャーがピヤーってなるんですあれはもう昔の話で今全然そんなことないです。はい、もう参加者はしてなかった。サークル入ってないですか。入ってないです。あ、うん、なんかルシファーとか白衣なんかやってませんでしたよ。マーバーさんになんか白衣着てなんかパフォーマンスやってた気がします。パフォーマンスやってたルシファーもルシファーもですね、確かにあれパフォーマンスだね。あ、じゃあこれちょっと踏み込んだことになるんですけど、実際に面接はしてたと思いますよ。まあなんか噂ではね、ルシファーさんがね復活したみたいな。教授と一回話したことあって、その面接されたことがある教授と話したんですけど、教授側もなんか正直あれじゃ何も分かんないから意味ないと思うって言ってて、そうですね、あの意味ないです。あんまり意味ないの。面接落ちる人いますよ。今年一人多分面接落ちた人がいて、いましたよ、はい、多分今年の入試はそんなに運営がガッチリされてなかったと思うんですよね。あ、そうか。ここで予測なんで間違ってほしいんですけど、はい、なんとなく面接設けましょうねって形だけで設けると、その中に頑張ろうっていう人と学びようねっていう人と両方出てきて、勝手に頑張っちゃう先生とかもいるので、それで落ちたんじゃないかなっていうふうには思ったりするので、やるならこういう基準ですっていうのを本当に明確に設けた方がいいかなとは思います。聞く話を聞くと、とりあえず面接設けたみたいな話をよく聞くんで。あ、そうか、面接受けてないか。面接僕らは受けてない。あれ、それはまともなんですか。あったりなかった。山村くんの年から面接が再開したんですよ。現役で受けた時はなくて、僕が一浪をした時に初めて導入されたんで。あ、昔はあったんですよ。昔あって、昔ありました。一回なくなって。で、ルシファーさんで、じゃあ面接ある時ない時ある時とか。あ、ある時に落ちてない時に受かりました。なるほどそれで反省したのかな。なんかその僕らもその理三科は理三って教育学部なんで、うん、そこから医学部に入った時に一回面接したんだね、うん、それもでも最近ほぼなくなったって聞く。そう、ほぼなくなって、うん、僕らの時からすごい人だった。あ、そうなんですか。みんな受からせてあげるからねみたいな感じの。それもなくなったんですか。形上もなくなって、なんか僕の代から入試の段階で面接一回受けてるんで、ああ、そうなんです。本当に成績が最下位とかの人だけ一応やるみたいな感じでそんな差別的な感じ、はい、何十年違ってもわかんないもん、10分足らず分かるわけないのに、うん、確かに、そうしてもいいのがすごい。じゃあ、理三に入ると、まあ、将来は安泰ですかっていう。あ、いや、それはどうでしょうか。まあ実際でも医者にならんって考えても普通に生きていけますもんね。まあなんとかなりますけど、なんかで私医者になりたいので、あ、なんか医者にならなくても他の道に行けたりとかないですか、医者だったら。まあ全然、まあ、もうあ、ありますね。あの頭いいですか、まあ一応聞くとかできるから、うん、医者にならない人はでもなんか他の医学部よりは多い。あ、まあ、そうですね、確かに。それもありますね、うん、4年とか5年の時に就活してゴールマックスとかいっぱいマッキンゼーとかの内定をもらって医学部卒業するみたいな人も何人かいて、そうなんですか。理3っていう肩書きが結構強いんで、向こうもすごい就活の際に見てくれてて、あ、でその2年間は医学部にいないといけないけどっていうのを伝えても多分内定出してくれるんですよ。噂レベルの話なんですけど、その外資系のコンサル会社で理3枠っていうのが毎年一つある、あ、そうなんですか。あるらしくて、はい、あ、就活も強いんですね、理3って。そう、標本というか、はい、じゃあ大体エリート街道みたいな感じで、まあだから安泰といえば安泰じゃない、うん、医者になるっていう縛りがなければって感じですか、うん、そうですね。なんか逆になんか医学部に入ってしまったからには医師免許を取らないといけないっていう参加コストっていう縛りが逆に強いなと思います。あ、じゃあちなみにちょっと聞きたかったのが、理三の受験オタクみたいな方が多いですか。その受験が好きみたいな。もう似てすいません。私がそうです。ちなみに受験前の方が、やばい、
本当に昇進学校とかだと、あんまり逆に受験にこだわり持たないと思うんですよ。自分でこだわり持たなくても本当に上手なレールを敷いてくれてるんで、そういう塾学校がだからもうそれに乗っかってればもう勝手に行けちゃうんですよね、リサ。なるほど、羨ましいなと思います。7とかだったら何とかでした？20番ぐらいですかね。ああ、おお。30以内だったらリサ大体受かるね。そうですね、リサの大学は基本受かるんです。じゃあ最後にその、まあ、受験生になんかメッセージをいただけたらと思います。はい、まあ自分を信じてください。とにかく数学とか勉強したらできますから、絶対信じてください。ツイッターでも言ってますけどね。確かに自分信じるのってすごい大事だなと思って、あれ分かんなかったけど実はよく考えたら分かるんじゃねえかなみたいな後ろ髪引かれながら問題解いてるのもなんかっていう感じだし、自分で分かんなかったら他の人分かるわけないだろうっていうぐらい、まあがむしゃらにやるっていうのも大事かなっていう。長岡君が言ったように、自分が解けなかったら誰が解けるんだっていうマインドに持っていくためには、苦手分野を全部洗い出してそれを全部解消するっていうのが大事で、そしたらその試験解除する問題が全部苦手じゃないんで、自分が分からないってことはもう相当な難問で、ほとんどの受験生が解けないって思えるんで気持ちが楽になるかなと思います。ありがとうございます。特にあの地方の周りに東大行く人がいないよっていう皆さんは、まあ、実際に入るとね、努力の仕方も量も日本一のクオリティ当たり前っていう人たちがいっぱいいるんで、それを楽しみに頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この街の空に愛見つませ、こんな時代のそばに愛見に trust in you、 代わりもいなくて I keep making my way となりて